お花紙1枚でできるかわいいお花の作り方です。まず使うお花紙を重ねて端にマジックで印を入れます。1枚だけ取ってザラザラした面が内側になるように2つに折ります。そして印が内側になるように2つに折って、真ん中の線に合わせてさらに2つに折ります。そこを手前に折り返します。印が見えます。反対側も同じように折ります。裏返して真ん中の線に合わせて折ります。反対側も同じように折って、ここを重ねると八つ折りができます。これを縦半分に折ります。印のある部分を切り落とすように丸くカットします。印が反対側にある場合はこちら側から丸くカットします。真ん中をホッチキスで留めて開いていきますが、開きにくい時には指先に少しだけ水のりをつけるといいです。破れやすいのでゆっくり丁寧に端まで開いてください。開き終わったら花びらの端を引っ張って形を整えます。真ん中を強く押して出来上がりです。葉っぱをつけて花束にしたり、先を斜めに切り落としてタンポポにしたり、真ん中に紙を貼ってひまわりにすることもできます。